敵襲だ。ぜ。ああ、演奏の前にまずはお掃除からだね。普通こういう雑用は詩人がやることじゃないんだけど。しかしどういうことだ。風流廃墟の周りに。ミュージックスタート。こういった封印は僕の知る考古学の知識からすると動向装置が鍵に。散らばった全てのパーツを元に戻せば動向の儀式を完了できるだろう。見たところ動向の儀式が行える状態まで。そう、まずはパーツを設置してまた様子を見てみよう。ここから一つは見えるが、残りはきっと廃墟の内部、この塔を中心に分布しているはずだ。こんな装置と封印だらけのところに住んでて、トワリンは面倒じゃないのか？人みたいに歩くのではなく、彼は飛べるからね。お前。Oh, no, this is a cow.
県民全票。元気出してよ。精神を腐食させたんだ。トワリンを助けるにはまず紫色の凝結をきれいにしないと。なるべく光っている箇所を狙って破壊しよう。
これでトワリンと対等に戦える。世界一の詩人も加勢するからね。でも一つだけ言っておく、トワリンの牙と爪はかなり鋭い。数百年手入れされていなくても危険だから注意して。行くよ。
沸騰したよ。さっきよ、よっしゃよっしゃ、やったよ。首のかがれた血の塊だよ。やっ、それよっしゃ。はぁ、一緒に飛ぶのは久しぶりだね、トワリン。先ほど、なぜ昔のように我に守れと命令しなかった？君にアビスの言いなりになってほしくなかった。でもだからといって僕の命令に従ってほしいわけでもない。神に命じられた自由はある意味不自由だろう。人眷属の力か。しかし我はもう四風守護ではない。肩書きがなくても君は僕たちを守ってくれたじゃないか。これからは僕の祝福とともにもっと自由に飛ぶといい。